心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズや前日譚シリーズハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はついに本当の速報が出ましたということで、そちらの方をお送りしたいと思います。ゲームオブスローンズ最終章までとハウスオブザドラゴンシーズン1までのネタバレを含みますのでご注意ください。はい、はい、じゃあ私の方からニュースをいきましょうか。はい、ハウスオブザドラゴンシーズン2、2024年6月に配信決定です。やったー。そうなんですよね、まあ、ついにいつ配信されるかっていうのが分かったんですけど、ちょっと言っておきたいのがこれですね、 HBO の公式発表はまだないんですよね。まだないんですけど、昨日の3月4日にですね、アメリカのバラエティっていうメディアがありまして、そこで HBO の親会社のワーナーブラザーディスカバリーのストリーミング部門の責任者J.B. ペレットさんって言うんですけど、はい、その方が発言したので、まあまあまあ間違いないでしょうということです。この発言があったのが日本時間の3月5日、はい、で今日収録しているのが3月6日なわけなんですけれども、今日6日か、はい、そうですね、はい、我々つい最近2月のゲースロニュースっていうやつを初めてですね、なんかよくわからん速報とか入れまくってたんですけど、アリアの速報とかね、レジブリアムズさんの、そんなことよりも全然速報でしたね、こっちの方がその後にすごいどでかい速報が出たということで、まあまあ噂はされてたんですけど、ずっと初夏、そうですね、はい、まあ噂というか HBO の CEO も2024年の初夏には配信すると言ってたんですけど、まあ、具体的に何月とは言ってなかったんですよね、でここで具体的にジューンっていう、まあ、6月っていうのが出たのが初めてですね。いや、思ったより早くないですか。うん、まあ今ですね、ハウスオブザドラゴンシーズン2の再撮影を行ってる最中なんですよね。そうでしたね。そうで、まあそれはあの月刊ゲーソーニュースの方でも言ったんですけど、別に悪いことでなく、まあまあ元から予定はしていたんですが、思ったより長引くっぽくて、1ヶ月以上とかやるのかな、だからもしかしたら初夏間に合わなくて、まあ、7月とか8月とかなるのかなと思ってたんですけど、意外とリアル初夏でしたね。そうですね、うん、はい、で、まあ先ほども言ったように HBO の公式発表は出てないんですが、さっきのバラエティの記事が出た後にレイニア・ターガリン演じるエマ・ダーシーとか、新キャラの春のアリンを演じるアブ・バカル・サリムさんも、SNS の方でジューンに会いましょうと、まあ、そういう感じのツイートやらインスタグラムのポストを上げていたので、ジューンに会いましょう、 See you in June と言ったのは、新キャラ春のアリンを演じるアブバカルサリムさん。そうですね、もうこの人6月までインスタ更新できへんなったやん、こんなこと言ってもったらできるできるじゃあ6月にとか言ったらできます、その間、まあ、ハウスオブドラゴンに関してはってことですよねなるほどなるほど、はい、じゃあちなみにレイニア・ターガリンのエマ・ダーシーは Playtime's overJune 2024 って言ってたんで、遊びの時間は終わりだ、June 2024、怖っ、遊んでたんですか今まで本気やと思ってたのにこれから本気出すタイプ。そうですね、意外と遊んじゃってたのかもしれないですね、あれめちゃくちゃ怒ってたように見えましたけど、最後あれ以上にも本気出していこうっていう心構えですかそうですね、怖、彼女は今キレてますから確かに、はい、2年間切れ続けてますからね。そうですね早なんか刀に下ろしてあげたいわ、で、まあじゃあ6月のいつやるんだろうと、確かにそうですねっていう予想というか、まあ情報を今からお伝えしようと思うんですけど、じゃあ皆さん今手元にスケジュール帳なりカレンダーを持ってきた方がいいですかね。はい、はい、まあほぼ間違いなく、現地の日曜日の夜に
毎週1話ずつ配信されるでしょう、うん、まあこれは HBO の大きなドラマって毎回そうだし、うん、ゲームオブスローンズもハウスオブドラゴンシーズン1もまあその流れだったので、そうですね、はい、我々日本人が日本で見るならば、うん、月曜日の朝の10時とか、そうですね、ってのがまあいつものパターンでしたよね、はい、まあそれは、ま、ほぼ間違いないでしょう、うん、で先ほどですね HBO のスケジュールを確認したんですけど、はい、次予定しているドラマがザ・レジームっていうのが全6話ありまして、うん、これケイト・ウィンズレットが出てるんですけど、これが3月の3日から4月の7日まで、今じゃあまさにリアルタイムで放送しているドラマですね、うん、で4月の7日に終わるんですけど、その翌週の14日から5月の26日までは新しいドラマのザ・シンパサイザーっていうのがあるんですよね、はい、これ全7話でロバート・ダウニー・ジュニアが出てるんですけど、でここで HBO のスケジュールは止まってるんですよね。それ以降白紙。そうです。だから5月の26日の次の週が6月の3日、日本の3日ですね。あ、そうか、向こうは2日か、うん、はい、向こうは2日で日本は6月3日の月曜日、うん、が今のところ決まってないんで、うん、もし間が開かないのであればドラマのね、はいはいはい、ここにハウドロが入ってる来る可能性はある、うん、だから一番早くて6月3日の月曜日。え、もうあと3ヶ月後にはスクリーンの前にいるってことですか私たち。うん、まあ可能性はあるんですけど、あともうちょっと深掘りしたいというか、うん、言っておきたいのが、6月ってですねバスケットのバスケットボールですね、はいはい、NBA ファイナルってのがあるんですよ。それは関係あるんですか？これはね関係あるんですよ。え？まず第一に私が NBA の大ファンということで。え、私関係ないやつそれ。そうですか。あれ？まあ私は NBA 大好きで、まあ確かにハウスオブドラゴンとは関係ないんですけど、基本的に夏に始まる大きめなテレビシリーズっていうのが、うん、NBA ファイナルが終わってから配信されるケースが多いらしいんですよ。へえ。うん、でこの NBA ファイナルは早くて6月14日の金曜日、うん、遅ければ6月の23日の日曜日に終了するんですよね、うん、なるほど、うん、そう考えると、まあ、最終戦がもしかしたら23日になるので、うん、HBO の新しいドラマ、まあ、つまりハウスオブドラゴンシーズン2は6月23日あるいは翌週の30日の日曜日から始まる可能性が高い。となると日本では7月1日の月曜日になる可能性すらあるってことですね。そうなんですよ。だから向こうが6月30日だったら、6月って31日がないので、うん、日本は7月の1日なんで、はいはい、まあ6月って言えなくなっちゃうんですけど、うん、ゲームオブスローンズの最終章って7月とかでしたっけ？そうじゃないですかね。4、5とかじゃない、うんうん、確かシーズン7夏にやってたんですよ、はいはい、7月とかだった気がするな。そっかそっか。まあ大体春とか初夏とかそのあたりがなんかイメージ的にあるんですけど、まあシーズン1は真夏でしたもんね、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン8月の後半かな、うん、うん。そうです。はい、まあ、でも意外と6月って聞いたらってちょっと慌てちゃう気持ちがあるんですけど、準備してたはずだったんですが心は、うん、そうですよね。なんかまだ公式発表もないくてちょっと急というか、うん、はい、映像ってまだ1個しか出てないんじゃないですか。確かに確かに、うん、で残りあと3ヶ月しかないってなると、うん、あと予告最終予告編っていうのが出ると思うんですけど、それで終わりかな、うん、もしかしたら。ちなみにシーズン3って決まってるんですっけ？いや、まだ確定はしてないです。うん、シーズン2の出来とか人気次第で、うん、正直どうなるか分かんないってこともあると思うんですけど、まあでも、うん、やるはやるでしょうね。まあほぼほぼ間違いないと思います。シーズン2が決まったのはシーズン1の第1話が放送された同じ週というか2日後に決まったんですよ、うんうん、もう1日目から視聴率が HBO Max 史上最も高かった、うん、
らしいので、はいはい、なんで、まあ、今回もシーズン2の第1話が放送された直後ら辺にシーズン3が決定するんじゃないかな、うん、なるほど、まあ、そこでよっぽどポシャんなければ、うんうん、全然視聴者数が集まんないみたいな、うん、そういう感じになんなければやると思いますよ、はいはい、いやでも楽しみですね。6月の日本でいうともしかしたら7月1日月曜日になる可能性もあるんですけど、うん、まあ大体6月に始まるだろうと予測するならば、うん、もしかしたら6、7、8月のどこかの月曜日の8日間にもなるし、うんうん、7月が実は月曜日が5日間あるんですよね。ああ、なるほどね。5週あるので、うん、もしかしたら6月、7月で終わる可能性もあるということなんですけど、うん、まあそろそろあの月曜日の午前中に有給を取る準備をされておいた方がそうですねいいかもしれないですね。6、7、8の月曜日が休みって、うん、6月祝日ないかないですね。7月は15日の月曜日休み確かに、うん、ここはみんなでウォッチパーティーでもしますかウォッチパーティーして、うん、なんかディスコードとかで盛り上がってもいいですね。あ、そうですね。せっかくメンバーシップもありますから、うん、はい、まあ、そろそろシーズン1の見返しも我々も自分たちの動画を見ながら一緒にちょっとやっとかんとあかんなって感じなんですけど昔の動画見るとちょっとこっぱずかしいとこはあるんですけどね。そうですね。でも我々も見ないとちょっと思い出せない部分も多々ありますので復習必要ですね。いや復習必要だしちょっとシーズン1をまとめた動画なんかも作りたいなと思ってるのでそちらの方も、お楽しみにお待ちいただければなと思います、うん、なんか5分でわかるとか10分でわかるシリーズ、うん、そうですね、うん、はい、ということでいかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト感想を大募集しております。解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所についてまた基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、ハウスオブザドラゴンシーズン1より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。はい、ということで、まあ、今回は単発でビッグニュースの速報をお伝えしたんですけれどもあの前回お伝えしたあの月末のゲイストニュースも結構好評、うんうん、でたくさんコメントもいただいてたの で、ね、まあ、あ、コンスタントに続けていこうかなと思っております、うん、はい、それではまた次回バラーモルクリス。